よう、ストレア。キリト、ナイスタイミング。これからパーティーをしようと思ってたの。準備、手伝ってくれないかな。パーティー？うん、みんなテストお疲れ様パーティー。あ、そういうことか。ユウキや俺たちもようやくテストから解放されたからな。ごめんね、本当は一人で準備しようと思ったんだけど、あれこれ用意してたら間に合わなくなりそうで。あ、いいって、手伝うよ。みんなで盛大に盛り上がろうぜ。うん。はあ、満腹だよ。今回一番の主役なんだから遠慮するなってリズたちにいっぱい食べさせられていたものね。みんなの方がむしろ遠慮してやれよって感じだったよな。ここでは太らないはずだけど、5キロくらい体重が増えてる気がする。パーティー面白かったね。次はテストの採点が戻ってきた時にやろっか。じゃあそれまでにお腹を空かせておかなきゃ。テストの出来は上々だったんだろ。うん、アスナが教えてくれたんだもん、当然だよ。そんなことない、ユウキが頑張った結果だよ。うん、僕が頑張れたのはアスナやストレアがいてくれたから。私も？僕のこと心配してくれて、いっぱい遊びに連れて行ってくれたんだよね。みんなが楽しくなればいいなって思っただけだもん。だとしても僕はすっごく嬉しかったよ。そっか、ならよかったかな。アスナも僕に付き添って勉強を教えてくれて本当にありがとう。アスナじゃなきゃ僕こんなに頑張れなかった。ユウキ、真剣に僕の勉強を見てくれたでしょ。だから僕も真剣に取り組めたんだ。それでね、実はアスナに渡したいものがあるんだけど。え？これストレアに協力してもらって作ったの。それってフラワーアレンジメントか。私たち華道部だもんね。アスナは僕のために一生懸命頑張ってくれたよね。だからテストが終わったらちゃんとお礼が言いたいなって思ってたんだ。受け取ってアスナ。私のためにこれを。うん、嬉しい、ありがとう。こちらこそありがとう。アスナ喜んでくれたね。よかったなアスナ。うん、すごく綺麗。練習した甲斐があったよ。作っても作っても爆発したみたいになっちゃったもんね。あーこら、失敗した時の話はいいよ。あ、今この瞬間ってすっごい青春じゃない？青春か、確かにそうだな。やっぱり青春っていいね。あったかい気持ちになるもん。うん、もっともっと青春したいね。青春はまだ始まったばっかりだよ。みんなでいっぱい青春しようよ。